もしかしてこれって、あ、そうだ、おー、あ、すごい、開いた、ね、開かないとか嘘でした。みるみるランド、はい、ランドワゴン8見ていきたいと思います。はい、こちらもハイエースです。ここにエッジって書いてあります。反対にちょっと空いてる意味ないの。窓広いですね。窓は広いですし、外から見た感じは普通のハイエースかなっていう感じです。なかなか来れないからちょうどいいんですよ。これ大きいかな。うん、大きいね。RV ランドさんのランドワゴンエッジです。乗車定員が7名で、就寝定員は2プラス2ということです。全長が 5.3m、 幅が 1.8m、 高さが 2.2m。 ベース車両がトヨタハイエーススーパーロングです。ガソリンで走ります。お値段が500万円です。みるみるランド、じゃあちょっと中見てみましょう。はい、天井高いんだね。ハイリーフだね。ハイリーフになってます。うん。すごい。いい感じです。広々してますね。広々してて、とっても明るいですね。明るい。照明がいい感じだね、これね。照明がいっぱいついてて、そう。優しい色の照明なので明るいですし、はあ、落ち着きます。あ、これは押して開くタイプだ。おー。はい。これ3つも。収納がついてますね。やっぱり窓がいっぱいついてるから、うん、それは明るさの秘訣かもしれない、ね、で全部カーテンがついてるからちゃんとね、はい、閉められるし、閉められます、ね、でこの運転席から後ろまでのここもね、仕切れるという、そうですね、プライベート空間しっかり確保できそうです、ね、はい、ちゃんとこのドリンクホルダーがついてるのが4つもあります。はい、はい、開けていいですか。はい、なんだろう、あ、冷蔵庫だ。冷蔵庫ですね。わ、こういうのもいいですね。なんか嬉しい。冷蔵庫発見しちゃいました。はい、よし、好きです。私この開けられるの、うん、いい感じです。そしてじゃじゃーん、真空、真空出てきました。だから冷蔵庫調理してる真空もあるっていう、うん、すごいね、便利な感じで使えますね。やっぱりこの窓がね、前に大きいのとついてるの嬉しいですね。で、ここが開けられそうです。今ね、ちょっとこのお椅子があるので完璧に開かないですけど、奥までね、ここの奥までしっかりあるようなスペースになってて、あ、もしかしてこれって、あ、そうだ、おー、あ、すごい、開いた、ね、開かないとか嘘でした、すいません。ちゃんとそういう作りになってるね。そうですね、いや、素晴らしいですね、この工夫が、うん、あ、嬉しい、今感動しちゃった。わー、すごい、この状態でも開くようになってる。なってるんですね。で、ここまで行き系統が来ます。すごいな。そしてここはタンクかな。あ、そうですね。ここはここはシンクなので、その下はタンクになってます。タンク位置です。あ、はい。そしてこちら側が展開するとあります。はい、でね、後ろ側にこの扉がついてるんですね。ちょっと開けてみたいと思います。じゃじゃーん、
はい、開けるとここがですねしっかりとフリースペースになってます。おトイレとかにねしてもいいかなっていう感じのフリースペースがしっかりついています。ね、ここがこの状態で開いて行き来ができるのが便利ですね。はい、後ろから見るとこんな感じですね。しっかり通してあげて展開すると収集もできるのかなという形です。で下の方は、収納スペースになってて、でここね、ここがなんか多分カセットトイレとか置くとトイレになるし、そこからアクセスできると。はい、こんな感じです。